字やカタカナの名前にもなれました。SNS のアイコンが人の顔に見えるようにもなりました。くだらないリプライ言い合い、誰かいるいつものディスコ、どんだけ会話重ねても個別の連絡は未だ緊張する。知り合いと友達の間にあるフレンドやフォロワーって関係、それはとても安全で、でもどこか不安定で、指先で生まれた命は指先で簡単に死ねる。身の振り方を自由に決められるからこそ俺ら出会えたんだ。さよならの言葉も言えないまま、あなたはどこかに消えました。元気の言葉も送れないのはここがそういう場所だから。出会ったけれど会ったことない、会話したけど話したことない、インターネットのフレンドよ、どうか健やかでいてください。毎週ログイン100日前、どんどん下に下がってく名前、決まった時間に投稿される自動ツイートがあなたを消す。なりたい自分になれる場所、言いたいことを言える場所、じゃあ飾らない自分を誰かに否定されたら一体どうするの。自分の意思で始めたアカウントだから誰にも止められない、のっぴきならない事情があっても知る術なんてどこにもない。ここには風が吹かないから噂なんてのは聞こえない。部屋の明かりを眺めて生きてるかどうかの確認すらできない。さよならの言葉も聞けないまま、あなたはどこかに消えました。どんな言葉も送れないのは俺が臆病なだけでした。返事がなければ本当にいなくなってしまうようで、インターネットのフレンドよ、どうか健やかでいてください。どんな言葉も届かない場所にあなたは帰っていきました。元気の言葉も送らないのは戻ってくると思いたいから、会ってはないけど俺ら出会った、喋ってないけど言葉交わした、インターネットの友達よ、どうか幸せでいてください。